はい、サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。今回は、無敵艦隊復活へとミッシーがタイトルつけましたスペイン代表特集をお送りいたします。コメンタリストおなじみの小澤一郎さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ここはクラシキャストです。代表ウィーク面白かったですね。そうですね、特に我らが日本がね、共に良かったですからね。4試合全部良かったですね。良かった。非常にいいプロモーションできましたよね。本当にね、これが地上波で全部ね、こう乗って普段サッカー見ない人にもリーチできたっていうところは大きかったんじゃないですかね。でも一つだけ BS テレ朝だったんで、一つだけ BS だったっていうところがね、あれ地上波でやればよかったね。あの試合こそっていう試合でしたかね。ちょっとね、そこ判断が難しかったのかなっていう気がしますけどね。あれもし地上波でやったら相当視聴率取れたでしょうねってね、余計なお世界ですけどね。この1週間にあったこうささやかな幸せっていうと、サッカーファンとしてやっぱりどうしてもこの、4つの試合、1週間以内ではないんですけどもがあったと思うんですが、それ以外私生活だと小澤さん、ささやかな1週間の中で見つけた幸せっていうとどんなことがありました？週末に中継がないので、ゆっくり週末を使えたっていうところですか。よかったじゃないですか。はい、家族で過ごしたりしたんですか？家族で子供と1日公園でサッカーもしながらっていう感じでゆっくり過ごせましたね。久々に。普段はね、土日で半日だけとかが多いんですけど、1日使えたり、あとはちょっと国内の J リーグの視察ができたり、取材ができたり、はい、ルヴァン見に来ましたんで、そういうところも含めて普段できないことしてきました。よかったですね。僕はね、ここ1週間ではね、呪術廻戦のということが分かったということ、あとは、あつ森を僕はやってるんですけど、ここでもちょっといいことありまして、あつ森は小沢家でもされてるんですよね。いや、あつ森やってないです、うちは。クリスマスのプレゼントって違いましたか？クリスマスのプレゼントはつもりじゃなかったんですよ。違うんだ。はい、ポケモンでした。あ、ポケモンの方だったんですね。はい、なんだ、つもりの話ならエヴァじゃなくてできるかなと思ったんですけどね。そうですか。じゃあ一方的に話すと、僕は3つの島今つもりでやってるんですけど、この島にこうジャックとモニカという人気キャラクターが来てくれたのでよかったなと思っているんです。で、小澤さんにもぜひ小澤家にもあつ森をお勧めしたいなと思うんですけど、はい、いろんな楽しみ方があつ森ってあるんですよ。無人島生活という形の中でいろんなこう展開していって、住人たちといかにこう楽しく暮らしていくかっていうゲームではあるんですけども、この住人っていうのがですね、ジャックとモニカっていう新しいキャラクターが僕来てくれて嬉しかったのは、つまりあつ森にはセレクショナルドールとしての楽しみ方があるっていうことなんですね。一つの島で暮らすことができる住人っていうのは数が限られていて、いろんな住人がいるんで、誰をスカウトして誰と一緒に暮らしていくかっていうところの中で、スカウトしたいんだけどこの人なかなか来てくれないとか、こういろんな楽しみ方があって、その辺のこう選んでいく監督ではないけれども楽しさっていうものがあるんで、これぜひね、小澤さんがやっぱこう小澤家のセレクショナルドールとしてどんな集まりのキャラクターを選ぶのかってことは非常に僕はこう興味があります。じゃあそういうことを、じゃあ同じ集まりやってる人で自分はこういう人を選んだよみたいなこと、いろいろ絶賛できるってことですね。それはそうですね。だからうちは自慢できるわけですよ、今こういう形でやってるとか、島自体の形態とか形状っていうものもいろいろ作れる。僕はサッカーができる島っていうのを一棟作って、いまして、僕は自慢じゃないですけど売れない小説家の一人なんですけどもこの小説を背景にした島というのをこう作っているっていうのがあります。はい、で、今日小澤さんに伺いたいのは、ルイス・エンリケ、ルチョは、ラ・ロハというところにどんな住人を呼んでどんなチームを作っているのかというセレクショナルドールとしての、ルイス・エンリケについていろいろとお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、まずヨーロッパ、ワールドカップ予選なんですけど、それさ簡単に仕組みだけ説明しておこうと思いますけども、やっと始まった予選なんですけど、エントリー55で、ヨーロッパの枠が13で、スペインはポット1に入って、スウェーデン、ギリシャ、コソボ、ジョージアと同じグループ B なんですけども、こうコソボが実はスペイン国として認めていないので、ここややこしいですね。そうですね、我々収録前はねまだ試合やってないんですけれども、この時点なんですね、ちょっとその政治問題にねこうつながらなければいいかなっていうところはありますが、そこはちょっと政府も目をつぶって、やってくれそうですからね。確かに、大丈夫だと思います。
はい、で各グループの首位がストレートインなんですけれども、まあ、2位がプレーオフネーションズリーグからの2チームを加えて、で、準決勝と決勝のシングルマッチをこう12チームを3つに分けてやるっていう、これは大変めんどくさいのでスペインとしてはどうしても1抜けしたいという大会なんですよね。そうですね、だから2位抜けしてのプレーオフって今までだったらそこそこ確率あったと思うんですけど、はい、まあ、今回は相当厳しくなるので、まあ、2位抜けするとちょっと現実見ないぞっていうところで、どこも1位絶対に死守に来る予選になると思いますしね、はい、なおかつこの後6月以降はまたユーロ本大会モードなので、そう、ヨーロッパはこれ切り替えが難しいですね。これもね、大変だと思いますよ。こう日程的なものを見てもね、やっぱりこう厳しいなっていう感じがしますからね。そうですね、うん、まあ、この後だからね、本当にちょっと開けて、その後こう集中的に全部で4回のタイムスがあるんですけど、スペイン1回はないんですけども、それ以外のところがかなりきついのできっちり勝ち切らなきゃいけないということで、この後話しますけど、ジョージア戦で勝てたっていうのが非常に大きいっていうことですよね。いや、これは結果的に相当大きいと思いますよ。はい、これ逆に引き分けてたらちょっと1位難しかったかもしれないですね。やっぱそうですよね、はい、うん、まあ、あの時は本当にね、素晴らしいゴールが最後に決まってくれてよかったなっていうふうに思いますけども、ああいうのアディショナルインパクトっていうんですよね、うん、そうです ね、 ね、さて、では3月シリーズに招集されたこう選手のチェックからまずいこうと思いますが、ルイス・エンリケ監督はまあどんなチームを作りたいと思っているのか、まず招集メンバーの小澤さんの印象から聞かせてください。そうですね、まあ、ベースはルイス・エンリケ監督 4-3-3 で、まあ、ウィンガーが好みのタイプを選んできたというところでいうと、まあ、今回はちょっとそういう意味ではアダマ・トラオレ呼ばなかったりとか、まあ、その辺はちょっと気になりましたけど、まあ、基本的には、まあ、例えばブライアン・ヒル今回思い切って呼んだとか、うん、ね、まあ、フェラントーレスも引き続き呼んでますし、はい、まあ、そういう意味では、まあ、継続路線の中で選んでますが、ただやっぱり右サイドバックなんかは、そうですね、純粋なところでペドロ・ポロしかいないので、まあ、蓋を開けたらやっぱりマルコス・ジョレンテかっていうところはありましたが、その辺のバランスはちょっとね、分かりにくかったなというところはありますし、まあ、それ以外は順当で、あとキーパーが一番問題だったんじゃないですか。やっぱりケパ・デヘアが所属でね、なかなかプレミアリーグで満足に出れてないので、まあ、どうしようかと、まあ、ウナイ・シモンをファーストに置きながらも、まあ、今回ロベルト・サンチェスをブライトンのね、まあ、スペインのメディアも全く無名だったんで、相当サプライズでどんな選手だってみんな話し合ってましたが、うん、僕も知りませんでしたが、まあ、そういう選手が出てきたというところは、もうここ最近のスペインの育成でもやっぱり16歳18歳でどんどん海外に行ってしまっているので、やっぱりラリーガの強豪クラブでレギュラーになれないことを、まあ、あらかじめ分かった上で、まあ、初めから10代のうちに武者修行に出る若手が増えてきたという傾向がここの A 代表の選考でも出ていると思うんですね。なるほどね。以前にもお話しして小澤さんに教えていただきましたが、スペインの代表監督はエントレナドールではなくセレクショナルドール、選ぶ人という意味でやってますけど、はい、そういう意味ではルイス・エンリケ監督多くの話題を提供できたと思いますし、僕らの代表の森保監督も面白いセレクションしたと思うんですけど、ちょっと話題外れちゃうんですけどどうですか。そうですね、まあ、やっぱりこのコロナ禍なんで呼べる呼べないのいろんな、ね、事情があって、明かせない事情も多々あると思うんですね。確かに、まあ、なので、まあ、特に選んだメンバーに関してはいろいろ発信していってもっといいのかなと思いますし、うん、発信の仕方なんかも逆に日本はもっと、ね、スペイン代表みたいに毎回なんかうまくイベント化してほしいなと思って見てますけどね。確かにそうですよね、うん、こういかにして話題を作るか拡散するかっていうことがこうとてもこう重要な話題になってくる。謎が多いだけではなくて分かりやすさっていうのを添えていかないと、なかなかこう人々の関心をたくさん集めるということは難しい時代ですよね。そうですね、まあ、そういう意味では特にね SNS も含めて使い方協会としていろいろうまく工夫しないと、うん、まあ、他の話題に、ね、乗っ取られてしまうっていうところはまあスペインですらやっぱりこう今回もスペイン代表の視聴率もそうですし、話題もやっぱ相当関心が低いっていうところはメディアもやっぱり深刻にやっぱり論じてますし、あ、そうなんですか。やっぱり、ね、いくら公式戦とはいえヨーロッパ予選ですから、まあ、そういう意味ではなかなかまあ、数字が取れないっていうところは今どの代表も抱えている問題じゃないですか。確かにね、うん、木村さんもつまんない試合見ないって言ってましたもんねまあスペイン代表は多分みんなそれぐらいの感じだと思いますよ。ちょうどねセマナサンタスペインでは、うん、同じ時期にありますから、ええ、
休暇中なんですが、休暇で家族でね食事するみたいなタイミングでなかなかラロハの試合は見てないって人は多いんじゃないですかね。なるほどね。分かりやすさってのはでもある程度は必要でね、こうすごい大差で、まあ、モンゴル戦は本当に驚くような点差で勝ったわけですけれども、でもなんかあれは僕はスポーツマンシップにのっとったいい試合だったな。ああいう大きな試合だと雑になるけど、雑さを感じないいい試合でしたね。いやだからそれができるのはさすがの日本代表森保監督だなと思いますし、逆にヨーロッパとか世界でそれぐらいやっぱり あれだけのレベル差がある試合で雑にならない、集中ね切らさない、ちょっとペース落とさないみたいなところができる代表はいないと思うんで、そこは誇っていいと思いますけど。なるほどね。うん、せんね、もう日本代表の話だといくらでもしたくなっちゃうんで話題がずれるんでスペインに戻りますね。3月25日、グラナダで行われましたギリシャ戦から小澤さんに聞いていこうと思います。モラタのゴールで先制、追いつかれて引き分けというゲームだったんですけども、じゃあフォーメーションも紹介していただきながら、このチーム、この時のスペイン代表はどんな特徴があったのかってことを教えてください。はい、では、スペインギリシャで、まあ、左ホームで、スペインを、出してますけれども、まあ、4-3-3 で、まあ、今回、ゴールキーパー2試合ともですけれども、ウナイ・シモンできたと、まあ、ディフェンスラインはやっぱりペドロ・ポロしか右サイドバックいなかったので、まあ、誰をするのかなというところで言うと、まあ、マルコス・ジョレンテを右サイドバックに使って、エリク・ガルシア、ラモス、それからガヤできましたね。で、まあ、そこはロドリが来て、コケとカナーレスで、フラントレス右、左がダニオルモで、モラタという4-3-3。一方の、まあ、ギリシャはちょっと割愛させてもらって 4-1-4-1 のシステムで、基本的にはかなり、自陣に引き込んで、まあ、スペイン代表にボールを持たせてという展開が続きましたので、まあ、ちょっと序盤の、システムの噛み合わせから来る、まあ、展開だけちょっと、おさらいしておきたいと思います。はい。はい、では序盤ですけど、まあ、キックオフからやっぱりギリシャがかなり引いて守ってきましたし、まあ、中盤 4-1-4-1 とはいえ、まあ、4-5-1 で、なおかつまあ前線もね、最終的にラモスもガルシアも2人いるんで、なかなかこうやって追うこともできないので、まあ、基本的には自陣に全員が11人セットするみたいな展開が多かったんですが、まあ、スペイン代表としてはこうやって引いた相手をどう崩しましょうかというところは、まあ、常にこのね、近年のスペイン代表はそれが課題になってきてますし、まあ、そういう中で今回はモラタをねストライカーで起用したというところは一つ特徴で、まあ、彼が得点をしたというところはありますが、ただまあ、33分にモラタのゴールで先制したとはいえ、まあ、試合通してスペイン代表が攻めあぐねたという試合だったと思いますし、やっぱり気になったのは、まあ、ここからこうやって運べるんですが、まあ、最終的に幅取るのがウイングに今のスペイン代表ではなると思うんですが、まあ、フェラントーレスはハールタイプのウイングで、まあ、左はダニオルモなんで少し中に入ってくると、で、まあ、相手がついてきたらガヤがこういうところを使うっていうところはあるとは思うんですが、まあ、そこもギリシャはうまくマンツーマンで対応してきたと思いますし、まあ、序盤でまあ面白い配置するなと思って見たのはやっぱりスペイン代表の方で、フェラントーレスが少し内側取った時にジョレンテが上がりますと言った時の、まあ、その時にコケが、まあ、ここでボールをサイドバックの上がったスペースで受けて、まあ、ここから持っていって、まあ、こういうパスであって、あるいはやっぱジョレンテは本職が中盤なので、まあ、外からこういう感じでインナーラップしていってトントンみたいな感じのパスも序盤はしてましたんで、まあ、ちょっとそういうところは、まあ、ルイス・エニ監督なりに、まあ、選手を選びながら特性見てうまくサイドの攻略は作ってるのかなと思いましたが、まあ、ただやっぱりそれ以外で言うとそんなにしっかり攻略できてないので、やっぱりこれだけ相手に引かれた時にじゃあコケも下がりますみたいなことになると、やっぱりこの辺のスペースをじゃあ誰が使うのかなみたいなところは、まあ、チームとしてちょっと課題が出たんじゃないかなと思いますし、まあ、最終的に引いた相手を完全に崩せなかった、まあ、後半の、まあ、あのイニゴ・マルティネスに代わってから彼が PK 与えて、まあ、同点にされて以降ですよね、あそこで勝ち切らなきゃいけないっていうところでやっぱり攻め手がなくなったところはスペイン代表として大きな課題になってだかなというふうには見えました、うん、なるほど、うん、まあ、ギリシャというのはこうしっかり守るというのはこう伝統芸で、その中でこう過去のユーロでも結果を出していますので、その辺をスペインはどうするかというのが
一番の課題だったわけで、まあ、スペインにとってはどのチームも同じようなやり方してくれますよね。あの最近はこうスピードとフィジカルという点ではやっぱりどの国の代表選手もヨーロッパの強豪でやっている選手が多いのでできちゃうんですよね、ある程度のことはね。そうするとこう同じような悩みをスペインは持っていてどう崩すのかっていうところだったんですが、まあ序盤のところはかなりワイドに開いての形で崩そうとしていたという工夫が見られたんですけど、小澤さんおっしゃるようにその次の手がなかった。ルイス・エリケ監督も試合後に語ってましたけれども、最終的に足りないのは危険を作り出すための感覚であるという話をしていました。最後の数メートルの課題というところ、この辺をこう戦術的なものを小澤さん今後はあの何とかしていくのか、あるいは個人の力で打開していくのか、スペインという今のチームとメンバーから想像するとどちらがより効果的だというふうに考えられますか。まあ、そこはやっぱり今のスペイン代表毎試合これだけ顔ぶれスタメンが変わると、でルイス・エンリケ監督もまあ過密日程で多分ねもう固定の11人置けないっていうことは言ってますんで、そうなるとやっぱり戦術ベースでまあポジションごとにタスク与えながらやっていかないと人が入れ替わるんで難しいだろうなっていうのと、やっぱり今のスペイン代表って絶対的に世界レベルでこの選手っていう顔がいないじゃないですか。確かにまだセルヒオラモスぐらいしかいないと思うんで。そうですね、存在感抜群でしたね、うん、やっぱりそういう意味で言うと特に中盤で、まあ、チアゴ・アルカンタラですらやっぱり先発に試合しな、ね、こう現状でしなかったっていうところも含めて見ても、まあ、なかなか難しいなというところありますので、人で任せるよりももう少しチームでグループでこう戦術で引いて打ち負かしていかないといけないんじゃないかなという意味では、ルイス・エンリケ監督に威厳があったんじゃないかなというふうにはこの初戦まず見えましたね。あの子ね、で小澤さんにはこうスターティングメンバーでの配置でいろいろ教えていただいてるんですけども、ブライアン・ヒルとペドリが、ラ・ロハでデビューしましたね。印象いかがですか。いや非常に良かったと思いますね、まあ、やっぱりブライアン・ヒルの場合は、はい、まあね、今ちょっとダニオルモのままですけどもどんどんこう仕掛けますし、はい、まあ、ペドリもやっぱりねこう引いて足元で受けるっていうよりもうまく相手のライン間に入っていって、まあ、こういうところで受けれますから、まあ、バルセロナでやってることをそのままにっていうことできますんで、まあ、その辺はやっぱり所属でやってるところをうまくルイス・エンリケ監督見ながら彼らにこう、まあ、ストレスなくやらせてるなっていうふうには見えましたんで、まあ、上々のデビューで引き分けに終わってちょっとね、スタートとしては悪い形ではありましたけども、彼ら2人のデビューが一つ、ね、明るい話題にはなったとは思いますけどね。なるほどね、うん、ね、まあ、オリンピックに出場できるレベルの選手もたくさん、まあ、ラ・ロハいるわけですけれども、一方でそのベテラーノの話、ジョルディアルバがセカンドマッチで出てきます。でこのファーストマッチというところはセルヒオ・ラモスが出てくるわけですけど、セルヒオ・ラモスももう結果というかこう実績もうすごい記録作りそうですね。そうですね、だからなんか今回の使われ方とか彼の出方見てもなんかキャップ数をとにかく伸ばすことになんか固執してそうだなと、まあ、今回ねこれで179キャップに伸ばして、はい、180マジかっていうところですね。だからまあ200は行きたいんでしょうから、はい、まあ、そういうところになんか逆に万全じゃなくて前半でいきなりスッと変わっちゃうみたいなところを見ても、だったらそういうコンディションだったら呼ばなければ辞退すればいいのになっていうふうにも逆に見えちゃいますから。なるほど、まあ、その辺は、うん、まあ、ルイス・エンリケ監督の、ね、使い方も含めてどうなのかなっていうふうにはちょっと見えちゃいましたね。まあ、彼を使うことによって例えばラ・ロハが一つにまとまるとか、こう求心力が高まったりとか、メディアの関心を集めることができるという形であればプラスマイナス差し引きですけれども、そういう使い方もあるのかなっていう気もしますし、やっぱここぞというところの強さっていうところあると思うけれども、じゃあ他の選手よりどうなんだろうという比較の話になりますよね。そうですね、まあ、あとは結果的にねこのスタートのギリシャ戦と、まあ、ジョージア戦でジェラル・モレーノはやっぱ使えなかった、ベンチ外になったというところも含めて、そんなに試合ベンチ外にしなきゃいけないような選手、まあ、あの2回ねクラブと代表で精密検査を受けたら問題なかったからその辞退させなかったみたいなことは説明してましたが、はい、まあ、その辺も含めて、まあ、その分裏を返せば確かにラモス・モレーノに相当な信頼を置いてるっていうところだとは思いますが、うん、まあ、万全じゃないんだったらどんどん入れ替えてもいいのかなっていうふうにも見えましたけどね。確かにそうですね、セルヒオ・ラモスが代表デビューしたのが2005年の中国戦、16年経ってで180試合が、この動画を収録している時点で、まあ、マジかというところで、上にいるのは
180試合のオマーンのムバラクと184試合のエジプトのアーメド・ハッサン、184だから、まあ、記録という点では彼は一番可能性高いわけですけどね、まあ、多分更新して、ね、ラモス自身も先日インタビューでも答えてましたが、26年のワールドカップまで、ね、はい、バリバリやりたいって言ってましたから、まあ、彼だったらやれそうだなっていうところも感じますしね、確かにね、うん、まあ、一方でね、今度は若手に目を向けますと、ペドリが A 代表史上では6番目に若いデビューを果たしていて、で、あ、じゃあ6番目なんだと思って見てると、あれなんですね、あの2番目がアンスパティで、うん、アンスパティはこうなんか半月前のストレステストがこ うまくいっていないっていうのが、まあ、バルサファン、あ、それから、まあ、その下の代表のカテゴリーのファンにしてもとても心配なところですよね。そうですね、やっぱりアンスパティは万全な状態だったら多分エースになれるだけのポテンシャルタレントですから、うん、まあ、そういう意味ではバルセロナ、スペイン代表にとってこれだけ長く、ね、離脱してちょっとなかなか完治しないと、ね、復帰の目処が立たないっていうところは、まあ、ちょっとユーロ本大会は間に合うかなというところはずっと思って見てたので、まあ、今シーズンバルセロナで戻れなそうだなということを考えると、まあ、本大会でメンバー入りするのも難しいかもしれないですね。なるほどね、はい、で小澤さん、次の試合で3月28日のジョージア戦、これトビリシで行われましたが、これは本当にアディショナルインパクト、終了間際のゴールでやっと勝ったというゲーム、これについて教えてください。はいはい、では、2試合目はジョージアホーム、ジョージア白、赤でスペインという形で、ジョージアは 4-2-3-1 でしたと、はい、で、まあ、得点決めたね、この18番のコアラツヘリア、非常にいい選手だなと、ルビン火山でね、まあ、そうですね、まあ、一番多分このタレントとしてはジョージアの中ではいいと、まあ、なおかつね、監督がサニョルですから、うん、まあ、なかなかいいチーム作ってるなというところは、初戦のスウェーデン戦も敗れはしましたが苦しめましたし、で、まあ、守ってカウンターっていう意味では 4-4-2 からコンパクトにカウンターが非常にチームとして洗練されてるなというところは見えました。一方のスペイン代表は今回は、うん、キーパーやっぱ変えずにウナイシモンのままでしたと。で、まあ、ディフェンスラインは少し入れ替えて、まあ、ペドロポロ、初先発、デビューですかね、ジョレンテ、エリック・ガルシア、アルバ、ブスケツをアンカーに置いてファビアン・ルイスとペドリの中盤、右はフェラントーレス、ブライアン・ヒル、モラタというところでしたが、ちょっと序盤の展開、配置からちょっと見ていきたいと思いますけれども、スペイン代表がボールを、まあ、基本的にはこの試合も持った展開にはなりましたが、まあ、意外にギリシャほどジョージアが引かなかったなというところありますし、で、まあ、特にこの2トップが勢いよく直線的にジョレンテ、エリック・ガルシアにこうプレッシングかけるので、まあ、そこでブスケツが例えばまあ助けてあげて、ね、プラス1作ってみたいなところもスペイン代表としてあまり工夫はしてなかった、やらなかったのでまあちょっと詰まってキーパーに戻してとか、あとはまあここもマンツーマン気味にバチンと当てられましたから、ちょっともたもた危ないなみたいな持ち方はしてましたし、あとは押し込んでもやっぱりブライアンヒルは張るドリブルで切り裂くタイプのウィンガーですから、じゃあアルバをどう使うのかなっていうところは、まあ同じ縦立てのラインでちょっと同じところ使いたがってるなっていうようなところは見えましたし、まあ右に関してもフェラントーレスが張って、じゃあまあ1戦目のギリシャ戦のマルコス・ヨレンテみたいにポロがこういうところ入ってきてみたいなところもなかったという意味では、やっぱり人によってやること変わるなっていうのがはっきりとこの2試合目で見えてしまったので、ルイス・エンリケ監督、これだけ人入れ替えるんだったらチームとしての戦術原則もう少し落とし込まないと特に攻撃では崩せないんじゃないかなというところは感じましたので、うん、まあ、あとは、根本的な問題なんですが、4バックで、ボール循環するときにどうしてもここで結構、まあ、例えばブスケツがいるんで相手がちょっと絞ったときにジョレンテ・ガルシアが、まあ、基本的には2トップの脇から持ち運びますっていうときに、この時の配置が、まあ、幅取る、ウィングに対して内側をこうやってファビアン・ルイスが取りに行くとなった時に、結局ここのポロのところですよね。ポロのところがちょっともったいない。これ死んじゃってるんですよね。なるほど。もう相手にこう疲れて意味のなしてないポジションになっちゃってるので、だったら3バックの方がいいなっていうふうにやっぱり見えてしまいましたし。小沢さんおっしゃってましたよね。はい。なので、それだったら、まあもう少しね、こう、もう、ここの2人で崩す。で、3人目でこうやってっていうところはあるんですけど、じゃあここはどうするのかなみたいなところは、
やっぱり3バックの方がスムースに球が運べそうだな、配球できそうだなというふうには見えましたので、まあ、その辺が課題としては見えたんじゃないかなというところと、まあ、あとはワントップのモラタのところが、まあ、もう少し、まあ、ここで駆け引きする、まあ、ポストワークっていうところも、それほどやっぱりいいボールが入ってこなかったというところもあると思いますが、まあ、ちょっと、消えていたな、孤立していたなっていう時間が多かったので、まあ、なかなか、まあ、ギリシャ戦以上に課題が出た試合になったんじゃないかなというふうには攻撃面では見えました。ね、うん。まあ、1万5000人おおよそですけども、トビリシでのゲームは観客が入りましたので、ジョージアの選手はすぐ背中を押されていて、で、小澤さんおっしゃったように監督がウィリー・サニョール、フランス代表でありバイエルン・ミュンヘンのレジェンドが、あ、ここでやっていたのかっていう形だったんですけど、やっぱこう手ごまでできることを全部やろうっていう形のチームですよね。特に1点先制されたところ、こう最終ラインからサイドつないで中に入ってきて綺麗にゴール取られましたね。そうですね、まあ、そこは完全に、ええ、スペイン裏返されましたし、うん、まあそこのジョレンテの、ね、こうボールホルダーのちょっとアプローチだったりとか、最終的にペドロ・ポロがそこまで、ね、こう18番の、ね、選手を離してしまったみたいなところは、まあ、個々人の、まあ、ミスとまでは言えないですけども、まあ、少し甘さが緩さが出たのかなと思いますけども、とはいえやっぱりうまく、ね、カウンターまでやっぱりしっかり作ってるなと、単に引いて守るだけじゃなくて、奪ったらこういう速いカウンターやろうっていうところまで多分洗練されたトレーニングやってるなっていうのは感じましたんで、はい、いや、こういうチームを見れて逆にスペイン代表がもたもたしましたが、まあ、サニョル監督いいチーム作ってるなと、今後楽しみだなっていうふうには見えましたね。なんか手ごわそうな感じになってきそうですけどね、うん、まあでもスペインも、まあ同じスピードと強度を持っている相手に対して技術面でこう上回っていたので、まあ、同点に追いついたシーンなどはこう圧力をかけ続けて、ジョルディ・アルバからフェラン・トーレスというシーンでした。ここのゴールの印象は小澤さんいかがですか？はい、まあ、その前のところでやっぱりあそこの得点シーンに関して言うと、まあ、やっぱりダニ・オルモにかまってましたんで、はい、ブライアン・ヒルではなかったですけれども、はい、じゃあ得点シーン、同点のシーンになる前のところなんですけども、やっぱりうまくペドリが運んで相手食いつかせる、そこに、まあ、やっぱり後半に入ってブライアン・ヒルに変えてダニ・オルモが入ったことによって、ダニ・オルモはより内側でポジション取ってましたんで、まあ、ここでアルバが上がってくるスペースをうまく開けてあげるというところの、まあ、連携は取れてましたし、まあ、そこに対してペドリがドリブルでこうやってスルスルっと持ち運ぶときに、オルモがここを取ったときにアルバがこの選手を追い越してこういうところに立つので、この選手はこっちにつくのかこっちにつくのか迷いますよね。だからどちらにもつけないっていうところでここに入りましたから、まあ、ここで最終的にちょっとオルモコントロール内側に大きくなってここで取られましたが、まあ、すぐにペドリが入っていって、まあ、引っ掛けてまたオルモからアルバに入って、まあ、その時にアルバがやっぱりこういう、ね、ライン間のボールをうまく出しましたんで、まあ、モラタが触ってはないと思いますが、最終的にフェラン・トーレスが出てきてシュートというところで言うと、やっぱりその最初の作り方が、まあ、ここに関してはアルバウイングが幅を取って、サイドバックが幅を取ってウイングが内側に入ってっていうところのこの2人の関係性が非常に良くて、まあ、そこに対して、こういう内側のパスも出てましたんで、まあ、その辺は、まあ、より整理されたなと、まあ、そういう意味で言うと、まあ、先発で使ったブライアン・ヒルとアルバの関係性なんかは、うん、ルイス・エンリケ監督どう考えてたのかなっていうところはちょっと気になりましたが、まあ、後半は本当にうまくいったんじゃないかなと思いますね。あとね、うん、この左サイドにこう位置されたインテリオのペドリなんですけど、僕驚いたのはまだこう代表でデビューしたばっかりですけど、ジョージアからかなりマンマークに近い形で消されてましたね。そうですね、ただマンマーク疲れた時の、まあ、その彼の動き方なんかはやっぱりバルセロナでブスケツとやってることが多いので、まあ、例えばこういうボールがブスケツに入った時にマンマークで疲れて寄っていったら多分ここで逆にスペース消しちゃうんで、はい、
この入るタイミングで裏に抜けてこういうところで受けるとか、まあ、そういう、こう気の利いたやっぱりポジション取ってましたから、やっぱり相手に疲れたら自分がね、こうその選手をうまく引っ張ってスペース作るとか、逆に食いついてきたところの裏取るとかっていうところは、いや18歳にしてこんなことできるのかっていうところはやっぱりさすがだなと思って見てました。本当にそうですよね、うん、これだけマークされるのかとこれだけ外せるのかっていうところでこう感心するシーンが多かったというペドリだったんですけども、で、そういったスペイン代表の頑張りもありながら、さすがのジョージアはですね、1対1でアディショナルタイムまで来てしまって、試合後のルイス・エンリケ監督記者会見で心臓発作を起こしそうだというような、まあ、ちょっとジョークも飛ばしてましたけども、本当にね、危険なところで90プラス2分にこうアルバのパスから、まあ、ダニオールも、あれはこう痺れるようなゴールでしたね。そうですね、まあ、あれは本当ゴラッソとしか言いようがないゴールでしたし、はい、その前のアルバのパスも多分あれ3人ぐらいいたところ狭いところ通しましたから、まあ、あそこで前向いて思い切って打ってったっていうところも含めて、まあ、アルバとダニオルモのホットラインは、まあ、左側で言うとうまくできたんじゃないかなと思いますし、はい、ね、ダニオルモはなかなか、ね、スペインの中では、ね、バルセロナの育成では、ね、育ってはきましたが、16歳で早くで、ね、こう海外ディナモザグレブ 出ましたんで、まあ、スペイン国内でもそれほど認知がないんで、はい、まだスペインメディアとしての取り上げ方は難しいなと、なんでダニオルも毎回選ぶんだみたいなやっぱり論調はありましたが、やっぱりここに来て一躍ニュースターになってきたなというところは感じますね、はい、うん、なるほどね。そうすると監督はやりやすくなるんですよね。そうですね、やっぱりね、これまでずっと呼んできた使ってきたっていうところの価値を証明しましたから、うん、やっぱりそれだけの選手なんじゃないかなというところと、やっぱりね、ライプツィヒってナーゲルスマン監督の下でやってるっていうところで戦術的な理解度は相当高いと思うので、ルイス・エンリケ監督も相当そこを買ってるんじゃないかなと思いますね。ね、そのルイス・エンリケ監督が最後に肝を冷やしたのがペドリへの悪質なファールでしたね。まあ、ああいうねところはちょっと、まあ、大きくね怪我につながらなくて本当良かったなというところですし、まあ、相手がああいうことをしてくるっていうところも含めてね、やっぱりこういう、まあ、真剣勝負の戦いなんだなっていうところは感じましたけどね。確かにね、本当にね、大臣に至らなくてあえてレッドカードで退場でしたけれどもね、うん、まあしかし本当に僕らの代表もオリンピック世代も代表もいいなと思いますけど、フェラントーレスにしてもダニオルモにしてもスペインでまだね下のカテゴリーでやれるっていうところが層の厚さですよね。そうですね、まあ、今回の23、4人ですかの中にはアンダー21代表に選ばれていい選手が7名いましたんで、はい、まあ、それぐらいやっぱりねアンダー21も大事なね大会戦う中でやっぱり A 代表に呼んでますから、まあ、やっぱりそれだけどんどん若手が育ってきてるっていう、まあ、ただその若手の育ち方でいうと、ね、ラリーガのねこう強豪クラブ名門クラブからみんなそのまま上に上がってるわけではなくて、やっぱり一回なかなかね自分のこうカンテラでは、ね、こう上に上がれないので早めにこう外に出てそこでチャンスをもらって、ね、まあ、逆輸入の形で A 代表に来たみたいな選手が多いので、まあ、それはそれでやっぱりなんか現代サッカー、ここ近年の、ね、世界のサッカーの縮図だなと思って見てますけどね。確かにそうです ね、うん、ね、少し前のね一つ二つぐらい前までのワールドカップですと、ベルギーがやっぱり自分たちのところの育成組織ではなくて他の国の強豪のリーグの大きなクラブに移籍させてそこで育ててしまうというやり方をしてたんですけど、これも一つのこうトレンドになってきているっていうか、トレンドというかもうトレンドとしてこう充実してきた、結実してきた一つのパターンとしてもこれは確定したと思っていいですね。そうですね、まあ、だから、まあ、ラリーガに関して言うとスペイン代表に関して言うとね、ラリーガは国内のリーグのレベルが高いですから、そのままね、うん、スペインの中でね育成されて育って A 代表に上がっていくルートが、まあ、メインルートとしてあると残り続けるとは思いますけれども、そうじゃない選手もいると、ね、いうことで、まあ、特にこう外でより強度の高いプレーを覚えるみたいなところは、まあ、そういう、ね、少し寄り道ルートでも全然そういうダニオルモみたいな例が今後も出てきそうだなというふうには思いますし、アンダー21の、ね、スペイン代表になるともっとそういう選手多くなってきてますから、うん、ね、ゴンサロ・ビジャールとか、ね、マテオ・モレンみたいな選手そうですしね、やっぱりそういう選手が今後も増えてくるんじゃないかなと思いますね。なんかそれはね、僕らの日本代表にも同じことが
言えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。海外で学ぶこと、日本の中で今ちょっと学びにくいことが海外で学ぶことはできるから、もともとのポテンシャルが高い選手たちが海外に行ってたくさんのもの、そのクラブの中にある約束事であったりってことをこう吸収してまた戻ってきて、いろんな人とミックスアップすることによって強くなっていく。あの振り返ればこう2002年のワールドカップの時っていうのは、日本と韓国が走り回るサッカーっていうのは実は世界に先駆けてやっていて、その後今走り回るサッカーっていうのがこう主体になってきていて、その後今度日本に足りないものは何かというと、フィジカルとかいろんなタイプのインテンシティが足りないっていうことを今度は逆に学んでいて、こう強くなっていく過程にあるチームを見てるのは小澤さん本当楽しいですよね。そうですね。だからやっぱり今自分たちの武器が何か、それで逆にそこにね、自分たちにないものは何かっていうところで常にね、各代表いろんなリーグ国がね、そういうものを模索しながらやってますから、まあ、スペイン代表なんかでもルイス・エンリケ監督がね、監督にまた戻ってきてからはより縦に速い、今までで言うとボール保持するんだけれども、もっと縦に速い攻撃しようということでウィンガータイプどんどんね重宝しながら使ってきましたが、まあ、この2試合はなかなかそういうシーン攻撃が出てないんですが、まあ、基本的なコンセプトはそういうところ、今までのスペイン代表にないサッカー攻撃をやろうっていうところだと思いますので、まあ、それは非常にいい傾向じゃないかなと思いますけどね。スペイン代表こうジョージア戦は第1戦のギリシャ戦から7枚入れ替えています。でここまで僕らあの収録のタイミングの都合でコソボ戦に関しては話せないんですけども、21人をこうルイス・エンリケ監督起用しています。で今回のピックアップと合わせてルイス・エンリケ監督がこうやりたいサッカーはどういうものなのか、どこまでできていて何が足りないのか、小澤さんまとめていただいていいですか。そうですね、まあ、本当に選手を毎回大幅に入れ替えますし、まあ、ある意味で招集するところからセレクショナドールを選ぶ人なので、旬な選手を選ぶで、まあ、今回に関して言うと例えばアルバでも、はい、まあ、バルセロナ時代にちょっと確執あったんじゃないかみたいなところで、まあ、そういうところの自分の市場を入れずにちゃんと呼んでるっていうところも含めて、まあ、厳格に自分の、ね、公平なジャッジしながら呼んでる監督だと思いますし、まあ、サッカーに関しても人は入れ替わってくるけども 4-3-3 で、まあ、サイドのウィンガーで速い攻撃縦に、ね、どんどん仕掛けていくっていうところはやってると思いますが、まあ、ただ今回2試合で明らかになったのは、まあ、サイドが意外にウィンガーを組んで、まあ、完全に引かれた時にはサイドバックとうまく連携取りながら攻略しなきゃいけないんですけど、そこがちょっとうまく整理されてないなというところは出ましたんで、まあ、そこだけ改善できれば、まあ、もう少し外から崩せて、ね、なおかつもう少しね中を使うっていう意味では今後ペドリがより重要度を増すんじゃないかなと思いますし、まあ、もちろんファビアン・ルイスとかカナレスはねこういい選手なんですが、まあ、18歳で今できることをバルセロナでやってきた今シーズン見ても、まあ、間違いなくスペイン代表今後になっていくのは、まあ、もちろんチアゴ・アルカンタラもいますが、まあ、ペドリなんじゃないかなっていうところは予感させる2試合になってきたなと思いますので、まあ、まあ正直まだ課題はこの2試合出ましたが、まあ、流れとしてはいい流れになってるんじゃないかなと思いますね。なるほどね、うん、まあ、現在まだこうコロナ収束していないという状況があって、全ての選手を呼べるわけではない、怪我で今回は招集されなかった選手もいる、どうでしょう、今回招集されなかった選手、特に右サイドバックのところの課題というのははっきりしてしまったラ・ロハなんですけども、小澤さん、このこれから呼びたい選手、あるいは今回は呼ばれなかったけど確実に呼ばれるだろう選手っていうと誰でしょうか。まあ、やっぱりカルバハルが万全なコンディションであれば当然彼がファーストチョイスでしょうし、まあ、あとは、ね、ヘス・ナバスも、まあ、セビージャでそんな問題なかったんですけど今回外されましたから、はい、カルバハル、ナバスを呼んでおけば全く問題ないですし、まあ、4バックでも3バックでも2人とも対応できますんで、はい、まあ、ルイス・エンリケ監督自体がもう少しこう逆にシステムのバリエーションを3バックもちょっと試してもいいんじゃないかなっていうふうには2試合見えましたんで、今後どうなるかなっていうところはちょっと見ものですね。うん、3バック面白いですよね。あの各国のリーグの中でそのいわゆるクラブチームのトレンドというものを代表がうまく取り入れていくっていうのは過去にも珍しいことも全くないと思いますので、今まあバルサにしろマドリーにしろやり方少し変えてるところがあるんで、まあ、ルイス・エンリケ監督どう考えるかですね。そうですね、まあ、おっしゃる通り代表は多分何か新しいものを一から戦術作れる時間ないですから、もうねある意味国内のリーグのユニット使うとか、ね、同じ戦術システムを使うとかってうまく転用しなければいけないと思うので、うん、まあ、その辺はどんどんやってほしいなというふうには思いますね。
かね。で今回その一つ下のカテゴリーも戦っているわけですけども、スペイン A 代表がラ・ロハで、下のカテゴリーは小澤さんラ・ロヒータという言い方をするんです。そうですね、そうですね、まあ、少し小さい、ね、物事に対して、ね、そういう言い方をしますので、まあ、ラ・ロハが A 代表でロヒータが、まあ、その下の21、23のカテゴリーになりますね。うん、ね、そこもこう才能いっぱいなんですけど、どうですか、こう A 代表につながるようなサッカーと、つまり同じようなスタイルでやっているのか、それともそこは今異なる状況でいるのかっていうところを教えてください。いや、基本的にはもうスペイン代表イコールまずはボールをしっかり保持する、握るっていうところからやってますんで、まあ、ロヒータもしっかりそういうベースがありながらも、はい、まあ、今のね現代サッカーのトレンドである、まあスピード、ね、攻撃縦の速さみたいなところは出してますんで、まあ、その象徴でねゴンサロ・ビジャールとか、まあ、ダニ・ゴメスなんかも非常にいいですから、まあ、そういうまだまだ A 代表まで、ね、こう定着するところまではいかないですが、やっぱり生きのいい若手はどんどん育って出てきてますから、まあ、そういう選手が国内で出番やっぱりもらえずに海外で活躍するみたいなところはビジュアルなんか見てても、ね、ありますから、うん、まあ、そういう逆輸入がのケースで A 代表に今後入ってくる選手がまだまだ増えてきそうだなっていう意味ではやっぱり期待感持たせますよね。しかしいつも感心するんですけど、何を聞いても縦板に水で答えが返ってくるというのはこう質問者がね、あのマヌケな質問していてもそう感じさせないところがありがたいですね。いやいや、ラリーガとスペイン代表のことしか語れないので、熱盛が語れるようにもっと、いやそれはお察しして、最近ね、あの音声だけ の、 あの何か新しいお仕事もされたというふうに聞いていますけど、はい、ラジオもやっていきたいなと思ってるんで、また倉敷さんと一緒に ラジオもやらせてもらいたいなと思ってますんで、お願いします、その時は。いや、よろしくお願いします。そういうつもりで言ったんじゃなくて、宣伝もさせてあげたいなと思っただけなんですけど、どこで聞けるんですか？あのオーディオブック JP って基本的にね、こう本 の、 あの読み聞かせって言っていいんですか、うん、まあ、オーディオブックなんで、まあ、そこにねこう音声コンテンツも載せれるっていうところで、ちょっと今回新しくチャンネルを持たせてもらったので、うん、意外に今相当登録者が相当100万人とかそういうポッドキャストでもいるところに、逆に入れない中でもなんか入れてもらえたんで、まあ、ちょっとうまく活用していきたいなと思ってます。頑張ってください。はい、情報はね、みんなこう誰よりも早くオタクになりたいっていうのは不思議な時代になってきたっていう感じがするんで、ね、さて、誰よりも早くというか、こう熟戦を戦っていかなければ、まとめになりますけど、ラーロハなんですけども、11月14日までに10戦あって、まあ、3月に3戦でスウェーデンとのアウェー、ジョージアとのホーム、コソボとのアウェーで、10月はスペイン代表は試合がなくて、11月にギリシャのアウェーとスウェーデンのホーム、まあ、どう考えても小澤さん、11月が大事ですよね。ですね、まあ、おそらくこの流れでいうとスウェーデンと一騎打ちになるので、まあ、まず9月にしっかりスウェーデン敵地ですけども、ね、こう叩いて、まあ、勝ち点並ぶ、逆転するっていうところで、まあ、最後11月で決めたいなっていうところあると思いますから、まあ、基本的に、まあ、ギリシャも含めて三つどもになる可能性ありますが、基本まあスウェーデンと一騎打ちになっていくと思いますので、そういう意味では直接対決が最重要ですね。はい、9、10、11が大変です。でもじゃあ3月からなんで9月までこんなに飛ぶのかっていうと、真ん中にユーロがあるっていうのはね、小沢さん初めなさってますけど、みんな忘れてませんかっていう、6月にユーロありますからね。で本大会でまた、ね、スウェーデンと対戦しますしね。そうなんです、スウェーデン、ポーランド、スロバキアですからね。はい、ね、でもね、ここによって監督が変わってるってことも各国の事情によってはありますから、大きな大会ですよね。いや、そうですね、本当にスペイン代表もちょっと結果内容次第では分からないですからね、はい、ルチョ政権万全ではないですから、うん、確かにね、まあ、そこも含めてね、どう変わっていくのか、まあ、スペイン代表は12大会連続16回目の優勝、出場を目指していてというところでね、ミッシーが今回無敵艦隊復活かって書いてますけど、果たしてどうなるのかっていうところは、各国とももういろいろニュース枚挙に止まらないっていうぐらいいろんなこと起こってますからね。まあ、代表ウィークでもね、本当に毎日いろんなニュース出てますし、はい、まあ、試合も多いですからね、まあ、本当にそういう意味ではキャッチアップするので大変ですが、意外にね、今回のワールドカップ予選 の、 なあのヨーロッパ見てると、はい、あ、カタールお金でそういう枠買って入っちゃったのねってところは興味深くて、やっぱ強化をね、粛々とするっていう意味ではカタールうまくお金使ってるなっていうふうに見えましたよ。まあ、ポルトガル、ね、セルビアなんかとやれますから、グループへ入ってどうやるのかなっていうところは、カタールなんかは、ね、もう出場ホスト国ですから出場決まってますけども、なんかそういう強化のやり方もあるんだなっていうふうには見えますね。
まあ、昔の強化の仕方っていうと直前にたくさんの選手をこう自分たちの国籍を取得させてしまうっていう方法が主だったですけどね。いやだからまあそういうとこも含めてね、こうね、お金はうまく投資するっていうところはカタールもやっているふうには見えますから、まあ今後ねアジアのそういうなんかカタールのクラブチームがなんかなぜかUEFAチャンピオンズリーグに出てくるみたいなこともあるかもしれないですね。あるかもしれない。そうですよね。まあサッカーっていう競技はね、どうしてもこう経済力とシンクロしているところがあって、経済がある程度ないと代表チームを含めて強くならないっていうところがあるんですけど、ただ僕ちょっと思ったのは、モンゴル代表はもういっぱい地にまみれましたけれども、将来なんか強くなるきっかけがあるとしたらあのゲームなんじゃないかなと思うぐらいに、経済力という点ではちょっとどうかというとはお相撲のようにはいかないかもしれないけど、なんか僕はこう続けてみていきたいなというようなチームだったんですけど。そうですね、だからやっぱり最後のね、倉敷さんもおっしゃいましたけども、あれだけ大差になっても切れずにね、荒いファールしたりとかね、こうやっぱりラフプレーに走らなかったですから、まあそういうクリーンなね、フェアプレー精神を最後まで貫けたっていうところも含めて、モンゴル代表も逆に期待したいですよね。そういう目で見ていきたいなと思いました。ね、アジアにもいろんな進歩の仕方があってね、うん、それも興味深いなと思って、やっぱりこう何ですかね、こうワールドワイドに見ていくと国のことも分かるし、まあ、今回の、ね、コソボのことも、コソボを国として認めちゃうとカタールにはどうなるのとか、いろんな実は話になってきてしまうので、そんな話もね、また小澤さんとちょっと離れたところでしてみたいですね。まあ、サッカーきっかけにいろんなそういうね、政治問題、国際問題まで話せますからね。そういう意味ではサッカーっていろんな話題提供してもらえるんで、倉敷さんはそういう視点常にお持ちですから、話せるところは話したいですね。つまんない話ならできますよ。あつ森の中に八塚さんにそっくりな動物がいたりとか、いろんなそういう話。それは知りたい。できますけどね。名前ですぐ分かるというところですけどね。はい。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、評価お願いいたします。動画に対する感想、企画のリクエストもお待ちしています。ということで、コメンタリスト小澤一郎さんでした。今日もたくさんのことを教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい。来週何やるかまだ決まっていません。ラリーガ勢、それでも来週また日曜日にやってまいりますので、日曜日にお会いいたしましょう。ということでお別れです。ノスベモス、チャオ。